たまに目にするネットでの声。なんでガクトはそんなに金持ってんの？テレビもそんなに出てないじゃん。曲も代表作もないし。では逆に聞く。10年前に代表作があった人たちの中で今もなお当時と変わらず稼ぎ続けている人はどれだけいるのか。もしある人が僕に対し、代表作なんてないんじゃないの？と言うのならば、はあ、ないかもな。でいい。僕はそんな言葉を口にする彼らをそもそも相手にしていない。音楽業界では男性ソロシンガーとして誰も抜けないであろう記録は作った。その自身の事実に対しても、まあ、いいんじゃないの？と、それぐらいの感覚でしかない。僕が目指しているのはそこではない。そもそも、たくさんの枚数の CD を売ろうとやってきたわけでもない。自分の音楽を、やりたい音楽を、ガクトにしか作れない音楽を崩さず、コアなマーケットに届ける。そのマーケットが20年、30年続くものに構築する。そうすれば、変わらぬ感動を届け続けることができる。それをずっと目指してきた。今もそれはできている。